契約を取れる営業マンはクロージングをしっかりしている営業マンです。契約が取れない営業マンはクロージングがしっかりできてない営業マンです。それはもうただ単に、こんにちは。迷った時は即決営業、営業コンサルタントの辰巳です。日々の営業活動お疲れ様です。それでは早速ですが、一つ質問します。あなたは営業現場でクロージングとテストクロージングをちゃんと使い分けれてますでしょうか？私もコンサルタントとして何百人のロープレイを見させていただいてますが、まあクロージングないしテストクロージングをちゃんとできてない営業マンが非常に多いです。まずクロージングしてない営業マンもたくさんいらっしゃいます。あれ、どこがテストクロージングでどこがクロージングだったのっていう商談をしている方が結構いらっしゃいます。テストクロージング、クロージングもしないままお客様から検討しますとか今じゃないって言われてそのまま切り返しに入る。これやったら決まる商談も決まりません。クロージングとはその商談をきっちり締めることです。すなわちお客さんに契約してくださいときっちり伝えてるかです。クロージングをするときにプレッシャーを感じてしまうとか、クロージングとかテストクロージングをもっと極めたいっていう方は今日の動画は必見です。ぜひこの機会に習得しましょう。即決営業ではまずテストクロージングとクロージングについて解説していきます。テストクロージングとはぜひこの機会に契約してくださいという商談を締めくくる一言を言う前の探りのクロージングです。そしてクロージングとはその商談を締める一言です。例えばぜひこの機会に契約してくださいとかです。営業活動でいうと契約が成功するかしないかはこのテストクロージングが鍵を握っています。いきなりクロージングしてお客様に検討しますと言われればそこで商談は終了です。しっかりテストクロージングを入れながらお客様の反応や興味度合いを見ながら商談を進めていくことであなたの商談の成約率は大幅にアップします。では実際の営業現場ではこのテストクロージングをどこで行えばいいのかっていうのを解説していきます。ズバリテストクロージングするタイミングは2つあります。まず1つ目のテストクロージングをするタイミングは商品やサービスの説明前です。商品やサービスの説明前にテストクロージングをすることによってお客様がその商品を本当に欲しいのかっていうのを確認していかなければなりません。もしも興味のない商品をこう延々と説明されたらめちゃくちゃ嫌ですよね。なので商品やサービスを説明する前にしっかりテストクロージングを入れてみてください。例えばこんな感じです。今からちょっと商品説明させていただきたいんですけど、ちょっとは取り入れてみたいなっていうふうにお客様思われてますか？とか、もしも先に不安な点とかあるならちょっと聞かせていただいてもいいですか？とかです。このように一旦テストクロージングしてみてお客様の興味度合いや不安をしっかり確認しておく必要があります。そして2つ目のタイミングは料金の提示前です。つまり商品やサービスを説明した後の料金を言う前にテストクロージングを入れるんです。例えばこんな感じです。このような内容になってます。何かご不明な点ないでしょうか？商品説明は終わったのですが、なんかちょっと取り入れてみたいなとは思ってくれてますか？と、このようにテストクロージングをするといいでしょう。そこでもしも料金以外のことを指摘されたらしっかりと解消しておく必要があります。またテストクロージングの段階でお客様の反応が悪ければもう一回ヒアリングに戻ったり、もう一回プレゼンに戻ってお客様の興味度合いをもっと上げないといけません。そのままクロージングしても失敗します。そして商品やサービスの説明前と料金前のテストクロージングでお客様が好反応ならそのままクロージングに移ります。クロージングを難しく考えている人も結構いらっしゃいますが、クロージングはめちゃくちゃ簡単です。自分の気持ちをしっかり伝えることです。すなわち契約してくださいっていうだけです。営業マンなので契約したくないと思ってる営業マンって絶対いないですよね。このクロージングをするかしないかであなたの契約率はもう大幅に変わってきます。世の中には契約を取れる営業マンと契約を取れない営業マンにはっきりと分かれます。契約を取れる営業マンはクロージングをしっかりしてる営業マンです。契約が取れない営業マンはクロージングがしっかりできてない営業マンです。それはもうただ単にもクロージングしてるかしてないかもうそれだけなんです。営業マンがクロージングをしないとお客さんも何をしたらいいか分かれへん状態です。多くの場合はきちんと伝えないとお客様には伝わらないものです。商談はいい感じに進むのに一向に契約をもらえないのはあなたがちゃんとクロージングをしてないからです。そこでしっかり雰囲気が良くなって契約してくださいって伝えたらいいも悪いも結果は出ます。私も営業10年してていろんな営業マン見てきましたが、見込み客だけやたら多くてなんか契約につながってない営業マンっていて、その営業マンっていうのはちゃんと契約してくださいって言えてない営業マンですね。売れない営業マンってクロージングが苦手っていうか、もうそもそもしてない場合があります。契約してくださいと担当直入に伝えれば、もしかしたら契約してくれたお客様っていうのは多いにいます。話を持ち帰るのではなくて契約してくださいとその場でこう決めてもらうのがもうクロージングです。
何も難しいことはないです。何度も言いますが、クロージングしない営業マンは売れません。そして契約率も低いです。お客様の顔色を見てプレッシャー感じてクロージングできなかったっていうケースもあると思います。しかし、お客様にクロージングもしてないのに契約など決まるはずもありません。クロージングをしない営業マンに、なんでクロージングしないんですかっていうのを聞いてみると、お客様のお断り文句にビビってたっていうケースがやっぱほとんどです。私もコンサルタントとして多くのトップセールスの方とお話しさせていただいてますが、やっぱりトップセールスの人は堂々と契約してくださいと伝えてます。クロージングの最大のコツは弱気にならず堂々ということです。自信を持って契約してくださいっていうのを伝えるのがめちゃくちゃ重要です。自信もなくお客様の顔色を見ながらクロージングしても決まりません。その自信のなさがあなたの契約率をぐんと下げます。堂々とクロージングしてみてください。お客様は潜在的にあなたの声のトーンや表情から、この人からほんまに勝っていいんかなっていうのを察知します。そして最後に、あなたのクロージングを最大限強力にするコツを教えます。伝えておかなければならないことは包み隠さず全て話す。これを意識するだけであなたのクロージングは超強力になります。本当は伝えなければならないこと、隠し事があるとあなたのクロージングはめちゃくちゃ弱まります。そしてそれはお客様も一瞬で嗅ぎ取ってしまうという感じです。後ろめたさがある中でクロージングしても、あなたの態度や表情に絶対出てきます。つまり、気になる点は包み隠さず全て話し、テストクロージングで不安とかを解消して、興味度合いを確認し、そして堂々と契約してくださいとクロージングすることで、あなたの契約率は大幅にアップします。あなたが引っかかってる点はお客様もなんとなく感じ取ってるっていうことを分かっておきましょう。何度もお伝えしておりますが、テストクロージングもクロージングも何も難しいことはありません。これを機に、あなたもテストクロージング、クロージングを極めて契約率を大幅にアップしてくださいね。即決営業。それでは今回のまとめです。今回はテストクロージングとクロージングについて解説しました。テストクロージングとは、商談を締めくくる一言を言う前の探りのクロージングです。クロージングとは、お客様にしっかりと自分の気持ちを伝えることです。すなわち契約してくださいっていうことです。クロージングは、はっきり堂々と自分の気持ちを伝えるだけです。あなたが本当に売れたい営業マンなら、心の奥底では契約してほしいなと思ってるはずです。お客様もそんなことは分かってます。なので、堂々と自分の気持ちを言葉で伝えてみましょう。きっとあなたの成約率も大幅に上がるはずですよ。今回はテストクロージングとクロージングの違い、明日から契約率が劇的にアップするクロージングについて解説しました。明日から堂々とクロージングして、いっぱい契約を取ってきてください。あなたの成約率がアップすることを願ってます。我々株式会社即決営業では、 YouTube 以外でも様々な形で営業マンのお力添えをしております。営業に関する具体的な技術をして、もっと売り上げを上げたいと思ったあなたは、この動画が終わったらすぐに即決営業の公式 LINE に登録してください。即決営業の公式 LINE に登録すると、あなたの営業力が上がる3つのプレゼントをご用意しています。また、東京大阪ウェブで即決営業無料体験セミナーというのもやってますので、ぜひご参加くださいね。公式 LINE 体験セミナーともに、詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。本日は以上になります。株式会社即決営業営業コンサルタントの辰巳でした。本日はありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。